板橋区立熱帯環境植物館は東京都板橋区高島平8-29-2にある室内植物園。板橋清掃工場の余熱を活用した施設であり、従来の温室植物園を改修して1994年9月に開館した。開館と同時期に板橋区はマレーシアのペナン州政府と友好提携に関する共同声明に調印した。 2005年からは指定管理者制度が導入され、西武造園、横浜八景島、西武緑化管理の共同企業体が受託している。2020年9月より改修工事を開始し、2021年4月に工事完了、2021年4月21日にリニューアルオープンした。この植物園は深海魚やサンゴ礁の魚類などの海水生物が、 飼育されている水槽から、アジアアロワナや国内で唯一の展示が知られている、世界最大の淡水泳、ヒマンチュラチャオプラヤなど、東南アジアの熱帯魚が飼育されている、大型水槽などがある、ミニ水族館から始まり、ニッパヤシマングローブバヤシ、そして、双葉ガキカ、ラン、シャクナゲなどの他の植物を含む、300種類以上の東南アジアの植物を持つ温室がある、 喫茶室、クレアは土日祝日のみの営業でマレーシアカレーやナシゴレンなどアジア料理を提供し、平日は休憩所として開放している。ありがとうございます。